FV4005 スタゲイ海分4005は、イギリスで1950年代に開発された、対戦車車両である。冷戦が始まる1950年代初頭、ソ連は1944年頃からイズマイナス3を、配備し、連合国首脳を驚かせた。アメリカやイギリスはソ連に対抗し得る戦車の開発を、急ぎ、この中で、FV4005 は生まれた。イギリスでは、 対抗策として FV214 コンカラー銃戦車が開発されたが、これに先立って開発されたのが l 1 2 0 m m ライフル砲をセンチュリオン戦車の車体に搭載した FV4004 コンウェイである。FV4004 は当初、センチュリオンの車体に限定旋回の手法を搭載したが、すぐに全周旋回能力を持つ砲塔が装備された。 移動時には方針を後ろに回して、車体後部のトラベリングロックで固定する設計だった。しかし、センチュリオンに 120mm クラスの戦車砲を乗せるのは無理があり、全体の重量バランスはかなり危険な状態であった。その後、FV4004 の計画は1951年に中止され、試作車両1両が完成するにとどまった。しかし、 イギリスは諦めずに新たに開発したのが、この FV4005 である。FV4005 は、ビッカース・アームストロングによって開発された。車体は、当時最新の主力戦車である、センチュリオンマーク3を使用し、その上に限定戦開砲等と、新たに開発された1 8 3 n m l 4砲が、搭載された。この砲は、 ヘッシュ重量約 104.8kg のみを使用し、分離装薬式であった。だが、人力での装填は、砲弾の重量が影響し1分間にわずか6発しか射撃できない性能であった。そこで、半自動装填装置を搭載したものが、f v 4 0 0ステージアイである。183mm 砲の自動装填装置は、分離装薬式のため2つ搭載しなければならず。 それらはあくまで装填手の負担軽減であった。その巨大な機構は砲塔に収まりきらず乗員の保護ができないため計画は破棄された。そこで自動装填装置を排した FV4000 ゴスタゲイが作られた。砲塔は厚さが全周 14mm、搭載砲弾12発、弾薬補給や砲塔内の乗員登場口は砲塔後部のハッチでいった。 砲塔により法の可動域は増えたものの重量の関係もあり、左右90度が限界であった。FV4000 号は、その後、対戦車ミサイルの性能向上により、存在意義を失い1957年に開発中止となった。現在は、イギリスのボービントン戦車博物館に屋外展示されている。ありがとうございます。